ラム、またここか。短い間だけど、この場所ではたくさん違うを得た。今の私はここで生まれたんだ。あ？その指の組み方。ん？初めの頃、ラムはほとんど喋んなかったからな。仕草はよく見てたんだ。で、そのポーズは落ち着かない時だ。エルのことが心配なんだろう。うん。じゃあ、俺と同じだ。いや、親父もみんなも、エルのために頑張ってる。だから、そんな暗い顔すんなよ。私はまだ、ここの人間に受け入れられているわけじゃない。ほんの数日前まで、人類の敵だったのだから。だあ、まだそんなこと言ってんのか？私がエルと同じ母さんの娘である事実は変わらない。正しく理解されるには時間がかかる。まだガキだった頃、俺をバカにした連中がいたんだ。頭にきて、そいつらにちょっと仕返ししちまった。そしたらさ、親父に気絶するほど殴られた。でも最後はいじめっ子がやりすぎだって止めてくれたんだ。で、親父はなんて言ったと思う？だから苦情が出ないってさ。次の瞬間親父は連中もボコボコに。いや、それはどうなのっていう話なんだけど、なんていうかさ、その後そいつらとは仲良くなれたんだ。きっかけは簡単だった。お互いボロボロになった姿を見て笑っちまったんだ。笑顔。仲良くなるきっかけなんて難しくねえんだよ。多分考えるやつが難しくしちまうんだ。シンは出会った時から私を笑わせたがってたね。エルが言ってた、笑顔が人の幸せだって。シンは幸せと不幸の差がわかる？え？ああ、頭使うのは苦手だぜ。私もそう。人の幸福を定義することは難しい。私は多分今幸せなんだ。でもこの窓に映る私が笑うにはエルが足りない。窓？ここで得た時間は幸せで暖かかった。光のある世界。窓の向こうは冷たくて寒い暗い世界。暗い世界からは明るいここが見えて、とても羨ましいんだ。でも、この光の世界から外を見ても、そこに映るのは幸せな自分たちだけ。エルはずっと、あっち側にいる。ここからは見えない、暗い闇の中に。飯だ。おやじ、なんだよ急に。まさか飲んでんのか？ああ、ギア細胞の最も優れている点は人並みに酔えることだ。空腹ではない。お前はエルフェルトとは違うな。あいつはまだ誰も気を許していねえ時から。はい、今日の献立は何ですか？ま、勝手にしろ。だがその前に。おお。ラムレザル、窓一枚で人の幸福を隔てるな。お前が壁だと思っているものはお前自身の迷いだ。そんなもんはぶっ壊せ。行きたいところに行ける。
ダニーミサイルズだぞ。